トークトークイルボの日本語三年寝たろう日本昔話昔昔あるところに一日中ゴロ,ゴロ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 寝てばかりいる若者がいました起きるのは10日に一度おしっこが我慢できなくなった時だけです 毎日寝てばかりいるので村人たちは怠け者だとその若者を馬鹿にしていましたただ一人お母さんだけはこの男を心配していましたそして三年が経ちこの男は三年寝太郎と呼ばれるようになりましたしかしこの年 全く雨が降らず村の人々は困り果ててしまいました。村人たちはこの村に怠け者がいるせいで神様が怒って雨が降らないんだと思いました。そこで村人たちはねたろうを殺そうと話し合いました。村人たちが 眠り続けているネタロウを襲おうとしたとき、ネタロウは突然起き上がって山の方へと歩いていきました。ネタロウの命を狙っていた村人たちは、突然どうしたんだろうと、ネタロウの後をついていきました。ネタロウが山の上の大きな岩があるところに着くと、 渾身の力でその岩を押し始めました。とっても大きな岩だったので、全くびくともしません。しかし、ネタロウは全く諦めませんでした。押して押しまくり、押しまくると、岩が少しずつ動き始めました。ネタロウは渾身の力を振り絞って、 山の上の大きな岩を崖の下に落としました。その大きな岩はもう一つの大きな岩とぶつかって谷底へ落ちその下を流れる川の流れを変え村にまで水が届くようになりました。水だ、水が流れてくるぞ。その水を田んぼに引き カラカラだった田んぼは見事に生き返りました。三年寝太郎はただ寝ていただけではなかったのです。毎年干つが続く田んぼのことを心配し、何か方法はないかと考え続けていたのでした。三年寝太郎のおかげで干つは解決し、 その後、村の農作物は毎年豊かに実りました。村の人々は、ネタロウのおかげじゃ、あいつは賢いと大変感謝しました。ところがその後、ネタロウはまた一日中、ゴロ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 寝てばかりいました。しかし、村人たちは、そんなネタロウをもう、 バカにはしませんでした。きっとまた良いことを考えてくれているんだろうと、とても大事にしたそうです。おしまい。最後まで視聴してくださり、ありがとうございました。日本語の勉強に少しでも役に立ったなら、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。